スタディオンポロニー・ポロニャ・ワルシャワは、ポーランドのワルシャワを本拠地とするスポーツクラブであり、サッカー部門とバスケットボール部門を有する。クラブは、ポーランド陸軍隊員のバツワフ・ドンホフ・チャルノツキの発案により、ワルシャワ市内の学校の連合チームとして設立された。設立当初は、黒と白のストライプのユニフォームを着用していたが、1912年に黒のユニフォームへと変更した。 第二次世界大戦の影響により、ホームスタジアムは深刻な被害を受けたためライバルでも、あるレギア・ワルシャワのスタジアムを曲がりすることになったが、再開直後の1946年に、クラブ史上初のリーグ優勝を果たし、1952年にはレギア・ワルシャワを決勝で破り、ポーランドカップ優勝を果たした。その後は、成績も低迷し40年、 近い時間をカイリーグで過ごしたが、1990年代にトップディビジョンに再昇格すると、1999から2000シーズンにはリーグ戦とリーグカップの2冠、2000から01シーズンにはカップ戦とスーパーカップの2冠を獲得するなどの成功を収めた。2013年5月28日、債務超過によりエクストラクラサのライセンスを剥奪され、フォーリガに降格となった。 2015から16シーズンは3リガーに所属。10選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。